コンビなら別々に撮影しても会話成立するセット。何、どういうこと、どういうこと。あ、まあ、ヒロたちさ、うん、もう結構長いことこう YouTuber やってきてるじゃん。おうおう。だからまあ一人一人別々に収録しても、うん、まあ、後からガッチーってこう合成したら会話がもう出来上がってるんじゃないかって、成り立ってるんじゃないかっていう、それ検証したいなと思って。うまくいくかな。姫ね、もうひなが何を喋るかは全部もう姫の頭の中にインプットされてるから。またまたまた。いや、もうひなの辞書がここに並んでるから。鈴木辞書が、鈴木辞書。鈴木さて。まあ例えばね、あのね、うん、ひながね、こうじゃんけんで何を出すかなっていうのも姫は全部わかる。うそ、全部わかる、完璧だよ。最強くじゃんけんパー、勝ったまあこのようにね、ひなこそあの姫が何を言うか何を考えてるかも手に取るようにわかりますよ。違う、さく姫の持ってきたのに何のお話をするかっていうのを合わせられるように台本作って帰ってきた。うん、珍しいね。いつも適当なのに。適当、適当じゃないよ。ちゃんと言ってる。それじゃあ別撮りチャレンジやってくぞ。おう、1、オープニング挨拶。2、企画の説明。何のモノマネしてるでしょう。3、姫がモノマネ一発で当てる。4、ひながモノマネ一発で当てる。終わり。めっちゃ簡単じゃんこれ。2人とも撮り終わりました。これね、意外と合ってるんじゃないかなって思ってる。頭の中のお姫がね、喋ってくれたから。うん、いけるいける、大丈夫大丈夫、いけるいけるいける。そう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 、それそれ言ってた今さっき。それじゃ別撮りで後から合成したものを見てみようと思います。違和感のない企画動画をどうぞ。どうぞ。はぁ、姫ひなです。今日は何のモノマネをしてるか当てていこうと。気が早いモノマネしてるでしょ。うんうんうん、何するの。この企画は、お互いが何のモノマネをしてるかっていうのを一発で当てれるかっていう企画です。あー、だから、ひなが、姫はもうひなのモノマネレパートリーを知り尽くしている。全部言ってるから、ひなが何をやるかなんて、もうひなのモノマネをひなが当てるんだ。200くらいブブブブブってついちゃうぐらい完璧に当てるぜ。ひなは姫の当てれる。あー、じゃあちょっと楽しみ。うんうんうん、分かった、当てるね。まあ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 、それをやるとは限らないよ、ひなさん。なんだろう、そのモノマネ。
これはとんでもないね。すごい自分のやりたいことしかやらないコンビみたいな。あっちの話を一切聞かない。はい、別々で喋ってみたわけなんですけど、どうでしたか？いや、なかなか揃ってたところ良かったよね。なんか意外とうまくいったくない？ねえ。いやー、これはもうコンビ愛ですね。そうそうそう。相方と相方のペアの良さを、ね、言った時にさ、田中ひねのまねって言ったとこで、ひねが、まあまあまあ、みたいに言ったのすごい面白かったね。あ、そう。意外とやっぱさ、心が繋がってるからあったね。ったうんうんうん、いやね、意外とね、なんかこう、そうだね、あれじゃない、ひねとひなの喋るペースが違うから、ね、どん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 こうずれてたものがたまにあったりもしてる。ね、だよね、だよね。それでは、ごきげんよう。バイバーイ。別撮りで感想をね、ちょっと言ってるのよ。わかんなかったかな。それではごきげんよう。タンタカラッタタンタカラッタタラックピピン。田中と鈴木よタラック。